ふと、この前友達が言っていたことを思い出した。たまにさ、どうしてもポテチ食べたくなること、ない？ないかな。嘘でしょ？私なんて、一週間に三袋とか、普通に一人で食べちゃうのに。あ、ちなみにコンソメ味ね。そんなことしてて、よくそのスタイルでいられるね。皮肉を込めて言ってみれば、友人がむくれたので、口を閉じて先を促した。それでね、食べるのは決まって木曜日なの。なんで？疲れてるから。どういうこと？疲れていると、塩辛いものがものすごく食べたくなるんだよ。そうか。その考え方でいくと、今の私は疲れているのか。あんまりそんな気はしないのだけれど。ふと空を見上げれば、真冬の星たちが輝いていた。最近、忙しかったかな？ここ数日の出来事を思い出していく。いつも通りに授業があって、部活もあって、バイトにも行ったっけ？そうそう、他のアルバイトさんが風邪ひいちゃったから臨時で入ったんだ。あ、そういえばテストもあったな。それから、そっか、だからいきなりハンバーガーが食べたくなったのか。疲れてたんだ、私。疲れていると塩辛いものがものすごく食べたくなるんだよ。友達の声が脳内で響いた。いつの間にかハンバーガーはかなり小さくなっていた。考え事をしながらもちゃんと食べていたらしい。お腹が少しだけ重いような気もする。最後の一口を放り込むように口に含んで、おしまい。そう言ってみれば、なんでだろう。たったそれだけのことなのに疲れが一気に吹き飛んだように感じられた。気づかないうちに自分の足は家に向かっていたみたいだ。家まではあと100メートルほど。家の明かりが見えてきた。お父さんもう帰ってるかな？また何か買ってきてくれないかな？それでそれをお母さんと一緒に食べて。あ、そこまで考えて私の足は止まってしまった。そういえば私は家を出るときに母親が止めるのを振りほどいてきてしまった。お母さん、怒ってるよね。ただ塩辛いものが食べたいだけなら、家にだって何かしらあっただろうに。少し考えなしだったかも。寒いから早く帰りたい。でも、なんとなく帰りづらい。友達に連絡してみようかな。誰かと話せば気が楽かもしれない。そう思ってポケットから携帯電話を取り出してみたものの、画面には充電してくださいの文字。帰るしかないか。私は諦めて止まっていた足をもう一度動かし始めた。恐る恐る玄関に手をかける。ただいま。小声でそう言うと母親がリビングから飛び出してきた。私は思わず身構えてしまう。ああ、怒られる。お帰り、寒かったでしょ？予想もしなかった言葉に私は思わず顔を上げた。その先には安心したような表情の母親が立っている。あったかいもの作るから座って待ってなさい。そう言いながらリビングに入っていく母親にあっけに取られながらも、私は母親に続いてリビングに入り、いつもの席に着く。キッチンでカチャカチャと食器を動かす音が聞こえた。お母さん怒ってないのかな？もしかしてこの後怒るつもりなのかな？
うつむき加減でそう考えていると、母親の足音がだんだんと近づいてくる。そしてそれは私の横でゆっくり止まった。私はもう寝ちゃうけど、それ飲んで早く寝なさいね。そう言いながらテーブルの上に置かれたのは、湯気の立ったホットミルクだった。怒ってないの？私にホットミルクを作っただけで部屋を出て行こうとする母親の背中に、私は不安を抱えつつ聞いてみる。すると母親はこちらを少しだけ振り返り、優しく微笑んで、おやすみなさい。それだけ言うと部屋を出て行った。目の前に置かれたカップを包み込むようにして持ち上げてみると、幼い頃の記憶が思い起こされる。そういえば、父親に怒られて泣いている私に、いつも母親はこうやってホットミルクを出してくれた。それを飲むと、不思議と心が落ち着き、私は父親に素直に謝ることができたのだ。母親はいつも私を言葉ではない何かで支えていてくれる。ホットミルクの温かさから母親のぬくもりを感じて、目の前の景色が歪む。私はそれを紛らわすかのようにホットミルクを一口飲んだ。やっぱり不思議と心が落ち着く。決めた。明日お母さんにちゃんと謝ろう。そう考えつつつぶやいた、ただいまは、私の心の中で優しく反響した。